高級腕時計を所有者から預かり貸し出すサービス、トケマッチを運営していた元代表の福原貴澄容疑者が業務上横領の疑いで指名手配された事件で、警視庁は新たに元社員の永田大輔容疑者を業務上横領の疑いで逮捕状を取り指名手配しました。2人は今年1月31日にアラブ首長国連邦に逃亡した可能性があります。警視庁では昨日までに62件の被害届を受理していて、被害は腕時計およそ140本分、時価総額は2億4000万円に上るということです。